皆さんこんにちは、証券ママです。今日は炊飯器で簡単に炊き込みチキンライスを作ります。鶏肉を少し炒めて、あとはすべて入れて炊くだけでとっても簡単です。オムライスにしてもとっても美味しくいただけます。ぜひご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まずお米が2合です。これでよく溶いて30分くらい水に浸水させて、今水気が切ってあります。それから鶏のもも肉が、これ小さめのが1枚で 200g、 玉ねぎが1/2個でだいたい 100g、 それからコーンですね、今日は缶詰のコーンが、これが 60g です。それからパセリですね、今日はフレッシュパセリを使いますが、なければドライパセリでもいいです。これ中に入れるものはね、これあのピーマン入れたり人参入れたりしてもいいです。それから調味料の方です。お塩が小さじ1/2、コンソメ顆粒が小さじ1、お酒が大さじ1、それからお砂糖が小さじ1、バターが 10g、塩コショウが適量、それからトマトケチャップが大さじ5、それから炒めていく時のサラダ油が小さじ1、それからお水です。材料は以上です。今日はね、簡単に炊飯器でチキンライスを作ります。まず玉ねぎをね、みじん切りにします。これあのそんなに細かくなくてもいいので、粗みじんくらいでね、いいです。はい、こんな感じのね、粗みじんにしておきます。はい、それから鶏肉も食べやすい大きさに切ります。こうちょっとね、ブヨブヨしている脂肪とか皮とかね、あのあと骨があることがあるので、こうよく触っていただいて、骨なんかあったら取り除いてください。はい、そしたらもう食べやすいね、大きさにね、切っていってください。そうですね、あまり大きくない方がいいですね、炊き込むので。1.5 センチ角くらいでしょうかに切っていきます。そしたらこの具材を一度ね、軽く炒めていきます。はい、フライパンに火をつけます。はい、そしてね、もも肉なので結構油出るので、そんなにいらないと思いますが、少しだけね、まあ小さじ1、2分の1から1ぐらいですか、入れます。はい、そして鶏肉を炒めていきます。まあ炒めるというかですが、少しね、こう表面に焦げ目をつける感じでしょうか。ちょっとあまり最初触らないで、ちょっとね、完全に火を通さなくても、まだ炊飯器に入れて炊いていくので、まあ、表面に軽く中火くらいでちょっと火をつけてね、ちょっと香ばしさを出します。ちょっとね、こんな感じに少し焦げ目がついてきたら、ひっくり返して、そしてね、裏もね、同様に少しだけ焦げ目をつけます。はい、裏面もね、こういい焦げ目がついてきたら、ここに玉ねぎをね、入れます。そして塩コショウをね、鶏肉の時にすればよかったんですが、ちょっと鶏肉のタイミングでしてください。少々ね、塩とコショウをします。はい、そしてここでちょっとね、玉ねぎが透き通るまで炒めます。はい、玉ねぎも少し炒めて半透明になったら、コーンですね、コーンも入れてしまいます。コーンはよくね、水気を切っておいてください。で、軽く炒めます。はい、もういいので火を消します。はい、そしてこれをね、もうご飯の上に乗せて炊いていくだけです。粗熱はね、少し取ります。
はい、そしたら炊飯器にですね、水を切っておいたお米を入れます。はい、そして調味料をですね、必ず先に入れてください。コンソメ顆粒が小さじ1入ります。それからお酒が大さじ1入ります。それからお砂糖が小さじ1入ります。はい、それからお塩が小さじ2分の1入ります。はい、そしてトマトケチャップですね、トマトケチャップが大さじ5入ります。そしたらここにお水をですね、今日玉ねぎとかから水分が出ますので、2合の目盛りより少し下までね、白米コースの2合の目盛りです。ちょっとこうやって混ぜますね。はい、こんな感じでね、2合の目盛りより少し下まで入れました。そしたらちょっとこれ全体をね混ぜます。この調味料の方は混ぜてしまって大丈夫です。そしたら先ほど炒めておいた鶏肉などをこの上にね、粗熱が取れたら入れていきます。これからね、やはり水分はこういう感じで出ているので、今ね水をね少し少なめにしました。はいはい、そして慣らします。これは混ぜないでください、絶対に混ぜないでくださいね。上にのせるだけです。はい、そしたらもうね、これはあと炊いていくだけです。はい、そしたらね、炊飯器にお釜を入れます。それからバターはですね、炊き上がってから入れて混ぜます。はい、それで蓋をして、これでですね、普通コースで炊いていきます。まあ、炊き込みモードもありますけれども、今日はね普通コースで炊きます。炊き込みコースがある方は炊き込みコースの方がいいかと思います。今日は白米普通コースで炊きます。じゃあスタート。じゃあ炊けるまで待ちます。はい、それではね、炊けましたので見てみます。はい、こんな感じで美味しそうに炊けています。そしたらね、これ温かいうちにバター 10g を入れます。はい、そしてね、全体に混ぜます。でバターをね混ぜますね。はい、こんな感じにバターが溶けて混ざったら、これで蓋をしてね、5分ほど蒸らします。はい、それではね、蒸らしたので見てみます。はい、こんな感じにね、美味しそうにできています。ちょっと蒸らすとね、先ほどちょっとべちょべちょしていた感じのご飯がね、こんな感じでさっぱりします。はい、じゃあね、盛り付けます。今日ね、これチキンライスなんですが、これにね、卵を乗せたり包めばオムライスになります。今日はね、チキンライスでご紹介します。じゃあ盛り付けます。はい、こんな感じに盛り付けたらね、今日はね、フレッシュパセリです。パセリのみじん切りを少しパラパラパラっとかけます。これで炊飯器で簡単炊き込みチキンライスの出来上がりです。とっても美味しそうにできました。これ卵を焼いてですね、こう上にかぶせたり、または包んでね、オムライスにしてもとっても美味しいです。はい、それではね、出来上がったのでいただいてみたいと思います。はい、こんな感じです。とっても美味しそうです。じゃあね、いただきますね。はい、じゃあいただきます。うん、お塩加減とね、ケチャップ加減もちょうどよくて、最後に入れたバターがふわっと香ってとっても美味しいです。それから今日はですね、これ本当に鶏肉や玉ねぎをですね、生のまま入れて炊き込んでもいいんですけれども、やはり少しね、こうやって鶏肉も少しだけ焦げ目をつけて炒めることにより、さらに美味しくなります。そこだけちょっと一手間なんですが、あとは本当に入れて炊くだけで簡単ですので、ぜひ作ってみてください。今日はね、チキンライスでいただきましたが、
これをね、オムライスにしていただいてもいいと思います。これお子さんのお弁当とか普段のお食事にもね、本当に炊き込むだけで簡単にできますのでね、ぜひね、作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。他にもエビピラフなどの炊飯器で簡単にできるご飯のレシピもありますので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。